皆さんこんにちは、奈良岡仁子です。今回の動画は韓国コスメの通販サイトスタイルコリアンで約2万円分のコスメを注文しまして、そちらが今日届いたのでそれを開封そしてレビューしていきたいと思います。私は韓国コスメが大好きで、実際韓国に行ったりだとか、あと新大久保だったりとかでたくさん買うんですけど、通販サイトでも買うことが多くて、今回初めてこのスタイルコリアンっていうサイトを使って注文しましたが、今まで使ってきた韓国コスメの通販の中で一番早く届いた、今回3日間で届きました。早い、高い量にあるんで紹介していきます。まずはこちら、ドワン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 、パックがいっぱい、イニスフリーというブランドのパックです。種類は全部違います。お茶っ葉だったりマヌカハニーとかキュウリとかアサイとか、1枚100円とか、ものによってはこの辺は確か200円したんですけど、こういう風に包装になってるタイプって、まあ、プレゼントであげたりだとか、どっかお出かけする時なんかに持ってくのに便利なので、常にたくさんストックしてます。お次はこちらです。コス RX っていうブランドの2点なんですが、これずっと気になってました。まずこちらはアクネパッドという拭き取り化粧水になっています。ニキビに効くっていうのもかなり話題になったので気になって買いました。中はコットンが入ってまして、そのままそこにね、あの拭き取り化粧水が含まれてウェッティな状態なので、まあお風呂上がりにこう拭き取ってあげて、でそれで化粧水完了というものなんです。それと合わせてこちらはアクネパッチっていうなんかシールみたいな感じになってて、これをまあ実際できちゃったニキビにパタッと貼るとニキビが治るというもので、まあこれと併用してね使うとニキビにね効くっていう風に噂を聞いたので買いました。次はこちら、エイプリルスキンのターンアップカラートリートメント、カラーはピンク、2週間だけカラーが持続するカラートリートメントになっているんですが、金髪の人がやるとかなりピンクになるみたいなんですけど、私ちょっとこう軽くメッシュが入ってて、そこにはしっかり色がついてくれるかなとは思うんですよね。で、2週間限定っていうことなので、気分転換にね色をつけてもいいかなと思って買ってみました。同じくこちらもエイプリルスキンのピンキーピギー炭酸パックというパックなんですが、これ塗るタイプのパックになっていまして、毛穴の汚れであったりとか、まあ、クレンジング、あと洗顔までね一気にできちゃうそうなので、なんか不思議だなと思って買いました。お次はこちらです。ペリペラのインクティントです。テクスチャーがかなりサラサラで、ランキングでも上位に入ってたので、結構今人気のあるものなんじゃないかなと思いました。2色今回買って、まあ、赤と、あとこれね、ふわピーチっていう、結構ね、ティントにしては可愛らしい優しい色味の、ピーチカラーですね。手に塗ってみるとこんな感じの発色ですね。一つはかなりしっかりとした赤ですけど、手で馴染ませるとやっぱ綺麗にぼやけてくれるので、そこまで色がつきすぎないかもしれない。そしてこちら、ヘイミッシュというブランドからは今回3つ購入しました。まずこちらの下地、ローベースというナチュラルメイクにもってこいの、まあ、立体的でツヤのある肌を作れるというベースになっています。中身はかなりピンクですね。結構サラッとしたものにはなってるんだけど、でもすごいしっとりはしますね。ベースで今までこのパール感がねあるものって使ったことなかったので、ちょっとそれも気になってツヤっぽく仕上げられるのかなと思って購入しました。そしてこちらのシリパフ、シリコン状のパフ、これがセットになって2500円で購入したんですけど、このシリパフ知ってます？ずっと気になっててね、めっちゃシリコン、うにゃうにゃうにゃってする。このシリコン状のパフで下地を塗るとしっかり均一に伸ばすことができるということで、敏感肌の人でも安全に使えるもので、一般のスポンジとは違ってパフに内容物が吸収されないため、半
永久的に使用できます。確かにね、パフとかだったら内側にだんだん汚れとかがね溜まっていくんですけど、これはまあ中には何も浸透しないので永久的に使えるということです。お次こちらです。 D リズムブラッシャーパレットロ、チーク、ハイライト、シェーディング、この3つが1つになったパレットです。これめちゃくちゃ便利じゃない？カラー展開2つあって、私はオレンジ系のものが好きなのでチークがオレンジのこっちにしたんですけど、もう1つはピンク系のチークが入ってるタイプでした。これめっちゃ便利だし、あとここについてる鏡が結構大きいのでコンパクト代わりにもできる。そしてもう1つこちら、ニーリズミウォータードロップリップティントマイルドデイ、ぽってりとしたタイプのティントですね。強力なカラー感、そしてしっとりとした密着感が売りなんですけれども、綺麗、色がすごい綺麗、薄い色味のものってね、なんか使いやすい気がする。お次はこちら。こちらはイニスフリーです。最初に紹介したパックも全てイニスフリーなんですが、こちらは日焼け止め、日焼けの気になるシーズンもなってきたので今回イニスフリーの日焼け止めを買ったんだけど、でかくない？結構でかいよね。たっぷり入ってる。これだけ大きいとなんか体とかにもガンガン使っていきたいなと思います。そしてもう一つはこちら、リップスティック型のティントです。今回インクジェルティント、そしてこのリップスティック3パターン買ったんですけど、あ、形はしっかりリップスティックですね。でこのスティック型だとこのままポンポンとねチークにも使えちゃうっていうことなんですね。これ便利だと思う。ほんと口紅と変わらないようなこの塗り心地ですね。次こちら、トニーモリーのプリンのフェイスパウダーですね。ポケモンコスメが欲しすぎて韓国に行ったぐらい大好きなんですけど、日本でも買えましたね、こういう通販使っちゃえば。でしかも安く買えました、800円ぐらいだったし、めっちゃ可愛い、ここにプリン書いてあんじゃん。でサイズがねすごいで持ち運びに便利ですね。お次はこちらです。これ多分今回買った中で一番高いんですけれども、化粧水です。こちらミシャの化粧水で、レボリューションザファーストトリートメントエッセンス。ミシャってまあクッションファンデーションであったりとか BB クリームだったりとか、もう韓国コスメをね代表すると言ってもいいぐらい有名なブランドで、まあ、定評もありますし、あとこの化粧水かなり口コミが良くて、買ってみました。次こちら、エチュードハウスのリアルアートクレンジングオイルモイスチャー。メイクになじませたらマッサージしながらちょっとずつぬるま湯を加えてあげてオイルを乳化させて、そのままメイクを落としてくれるというオイルです。これも口コミ高かったんで、でエチュードハウスって日本でもね買うぐらいなんか有名で、安心感のあるブランドの一つだったので、クレンジングにもいいんじゃないかなと思って買いました。最後の一つなんですが、こちらです。メイクアップフェイス、ミッキーリングクレンジングバンド、ヘアバンドなんですけど、かわいいの。だからつけると、ミッキーになりますよ。多分、こういうことだよね。こういうこと。かわいいし、めっちゃ韓国っぽい。ということで、今回購入したのは以上となります。とにかくこのスタイルコリアンは、ね、届くのが早くて感動したし、あと他のサイトではあんまりね取り扱いが少ないような、メーカーも取り扱いがあったので、ここでしか買えないものもあるんじゃないかなと思います。気になる方はね、下に URL 貼っておくのでぜひチェックしてみてください。最後まで動画を見ていただいてありがとうございます。よかったらチャンネル登録や Twitter のフォローなんかも、Instagram もやってますんで、チェックしてみてください。奈良岡ニコでした。バイバーイ。